SBS など JNN28 局のアプリニュースディグ、この1週間に掲載したニュースを関心、ニュースの関心度をランキング形式で紹介します。5位です。親が働いていなくても保育所などに預けられる子ども誰でも通園制度、先週金曜日衆議院本会議で可決された少子化対策の関連法案に盛り込まれました。子ども誰でも通園制度は、親が働いていなくても子どもを保育所などに預けられる制度で、孤立した育児を防ぐ狙いがあります。一方、保育の現場では人材確保や利用可能枠といったルールの定め方などに課題があります。今年度は試験的に行い、結果を検証した上で2026年度には全国の自治体に導入する計画です。4位は、自民党派閥の裏金事件をめぐり、23日に離党届を提出受理された安倍派の塩谷立衆議院議員のニュースでした。3位です。裁判所には傍聴券を求めて多くの人が集まりました。当時3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ亡くなった事件の初公判が23日開かれました。おととし9月、牧之原市で当時3歳の河本千奈ちゃんが通園バスに置き去りにされ重度の熱中症で亡くなった事件、初公判で元理事長らは起訴内容を認めました。千奈ちゃんの父親は、一人で亡くなった気持ちが分かりますかと被告に質問を投げかけました。2位は、記憶にございます。自民党派閥の裏金事件で注目を浴びた宮沢博之元衆議院議員が、女性問題に関する不祥事を理由に23日議員の辞職願いを提出したというニュースです。これはもう責任を取り、けじめを取るしかない。23日突如議員辞職願いを提出した前の防衛副大臣で、磐田市や掛川市などを地盤とする宮沢博之元議員、週刊誌に掲載された女性問題に関する記事が理由でした。何かしらこう記憶にあったりとか。はい、大変申し訳ございません。記憶にございます。ございます、はい、宮沢元議員の辞職は昨日衆議院本会議で許可されました。1位です。県知事選をめぐり、県内の市民団体などが川勝知事の再出馬を求め署名活動をしました。今週月曜日、静岡市内で署名活動を行ったのは、南アルプスとリニアを考える市民ネットワーク静岡と、大井川の水を守る62万人運動などです。川勝知事は国や JR と対峙して、県民にとっての命の水や環境を守ってくれたなどとして再出馬を求めました。共同代表によると、川勝知事は再出馬には否定的だったものの、評価していただけてありがたいとの反応だったということです。改めて今週のランキングです。県内のニュースが全国で注目された1週間でした。それぞれの詳しい記事は QR コードから SBS ニュースディグのサイトで読むことができます。